どうもこんにちは宣伝部長の小市です今日は、綾やこの乗っ取り計画ってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、今回ですね、いつもの代表権騒動の小ネタみたいな話と、それから立花隆さんがですね、ご自身の YouTube チャンネルでちょっとね、謎めいた発言をされていたので、そのまあ考察みたいなことですね、をちょっとやっていきたいというふうに思います。はいで、ちょっとね、私はね、もうね、知ってんですよ。あのみんなね、もうね、代表権騒動の話、 飽きてるでしょっていう話で、<laughs> っていうか、飽きてから3週ぐらい多分してると思うんですけど、思った以上にいろんなことが起きたので、まあ現状まで来てるっていう形だと思うんですけどね。まああとはまあまあ、あとは裁判で盛り上がったら何かやるとかですね、まあ新たな状況が生まれたらっていう感じなんですけど、なので、まあ今までも何回かね、手仕まいをね、考えていたら何かが起こりを繰り返してるんで分かりませんが、まあまあそろそろね、この話から、まあ撤退の時期が来てるの かもしれないですね、はい、という感じでまあ皆さんが興味あればやるかもわかんないですけど現状においてはですねちょっとねもう飽きてきてるでしょうみたいな <laughs> 話がありますとはいまあそんな中ですねとあるなんかもう夏休みの計画みたいな乗っ取り計画がこう進んでるみたいでですね、まあ、ちょっとその辺りの話含め ちょこちょこ、まあ事件は事件っていうのかな、まあちょっとした話がちょこちょこ起きてるんで、まあそこについて福永弁護士も解説されてたんで、まあそれも合わせながらちょっといろいろやっていきたいというふうに思います。はい。で、まずね、ちょっと乗っ取り計画なんですけど、おおむねね、まあ当期を、の住所を変えるという話と、それから総会開くという話がありまして、まあそれをなんかね、まあ例のね、夜中に、夜中の集まってるスペース上で、 何<あ> <laughs> て言うんだろう <laughs> 話されてたらしいんですけどそこで話すことかなっていうふうに思うんですがまあまあまあとにかく、えー、とお話をされてましたって感じですかね。はい、でえっ、ー、と陶器を変えるっていうのはおそらくですけど橘さんが以前動画で、まあ、ある種自分の計画喋っちゃっててそれはそのいわゆるね その口座に対していくら今凍結しててもまあ,まあ借金してる方々いらっしゃるじゃないですかだからまあその人たちがまあ差し押さえに行きますでその送られる先が今の現住所でそこには党の職員といいますかがいらっしゃるらしいんでそこでまあその人がまあ,ある種無,無視すれば多分それですぐ通っちゃうのかなっていう感じでまあそれで割とスピ,スピーディーにまあお金が回収できるみたいなまあそういった計画を話されていたんですよね。 それがです、ね、まあそれを話していた時は陶器がそのまま通ると思ってて私は油断したんだと思ってるんですけどそれを喋っちゃったからあこれは住所変えなきゃいけないってなっておそらくえっと大津さんはそれを変えようとしてるっていうところですよね。まあいろいろ危ういですけどね、まあ、それをやっちゃうとまあまあ結局その何て言うんでしょうねこう。 お金の話が絡んでくるんで、それをなんかほら、回収してんの妨害しようとしてんですかとかですね、まあそういう話にもなりかねないんで、まあまあまあ、とにかく、まあその辺のね、まあとにかく、こう、手綱を引き、なんかこう取ろうとしてて、で、住所をおそらく変えようとしてますと。で、登記において、登記役で、党本部は、 えと千葉県に送ってて書いてあるんですよだから千葉県のどっかにまず移すっていうのは今もう手続きを始めてるそうです。で,で、えー、とそこから次、えー、と党総会を開くって言っててでそこで多分またその党規を書き換えるって言っていてめ <laughs> <laughs> ちゃくちゃでしょ <laughs> で,そ,でそこでまあ他にもいろいろ変えるんでしょうけどそれであの多分その党本部の場所を東京かなんかにして最終的に党規をそっちに書き換えるみたいなことを ををおお話をされててりましたって感じでね、まあ、すごいですよね。なんかもう、なんかご本人的にはそれが正当だと思って話されてるんだと思いますけど、これ本当にみんなただただ迷惑するような話でね、今実際運営をしてるわけですし、その、なんていうんだろうな、まあ、すごいなっていう <laughs>、まあそういった計画がどうも進められてるみたいですよって感じですかね。はいで えっとまあ、まあいずれにしても、あ,あと今、ねえっと、ちょうどそのお互いに裁判で揉めてる最中で、まあ、まあそういったことをするっていうことについての是非については、まあ、ちょっと後でやりますか。で、続いて、あと通帳の開示問題っていうのがありまして、先日も私、ちょっとだけ触れましたけど、これご存知の方も多いですよね、なんか大津さんが、党の通帳の中身っていうんですか、と思われるものをか開示して、 まあ写真撮っっってててそれをパンと貼り付けたっていうのがあってでそこの何て言うんだろうまあなんか通帳の見方が分かってない問題でちょっとそれが一番盛り上がってたような気がするんですけどまあ問題はまあ他私はそれ以外にあると思っててまあ一番はえっとこれですかねまあその写真を貼り付けてまあカードの引き落としがあったんですけどねまあそれを止められないかみたいなこと言っててそれ私は業務妨害なんじゃねえのみたいな話のこと思ってたんですけどあの ここも福永弁護士が確か解説をされていてですね、まあ、カードの決済停止とかアクセスみたいなことをまあ仮にやったとすると代表者でないっていうのが明らかになった場合に賠償責任の可能性がまあ出てくる、来ますよみたいな、まあ、そういう話みたいですね。まあ、逆に解除についてはそこまで問題にならないんじゃないかって認識でしたけどね。はいで あのそれで私が見落としてたちょっともう一つの被害がありまして <laughs> あのよく考えたらですね通帳開示してそこで政治家女子の方の名前が出ててそこが振り込みしたのが出てるわけですよ。つまり まあ名前でね、カタカナで書いてありましたけど、まあ、当然、この騒動を見てる人だったら、誰かわかるみたいな形で,で、それは別に別に振り込んだお金なんでね、なんか言われる筋合いもないわけですけど、まあ、そこでまともんゃくあって、まあ、説明をせざるを得ない状況になっていたっていう、<laughs> 本当に <laughs>。 いやなんかねそれをやってた人がなんかほらご自身はいろんな情報を公開するとそれによってネットリンチに合う橘隆橋ひどいって言ってたわけですけどそれを政治家女子にやっちゃってるんですけどねまあいずれにしてもなんかそこであのご自身がやっぱり言ってたことをやっちゃった場合にはですねまあ何らかしらちょっとごめんなさいとか表明すべきだと思うんですけどそれはずっとなされてないんでもう変わんないですかねもう <laughs> ちょっと <laughs>。 はい、といいとう形みたいでで、すね。でまあ、その影響を受けた方が確かえっと市川さんだと思うんですけどそのえっとライブで少し話されてるのでそうそう,そうあれ多分ライブですよね、まあ、アーカイブが残ってたんで見たんですけど冒頭の方でちょろちょろ説明してあってでそこであの簡単に言うとその自分はいいんだけどああ違う違うま,ずまず公開されたこと自身がちょっと迷惑だよねっていう <laughs> 当たり前のことですよね <laughs>。あの <laughs>、 <laughs> とまあそれはまあも,もっとねあの言ってもいいと思うんですけど大津ふざけんなっつってあのさすがに迷惑でしょみたいな話とまあそれからえっ、ー、とだあと出すんだったら、まあ、出すとしても最近のやつ出せばとかですねまあそれはそうだよねって感じですよねはいあとはそう出したやつがね4月くらいのやつなんですよねはいであとですねえっ、ー、とあと言って っていたのは、そうだ、そうだ。ご自身が振り込んだ中に、そのいわゆる業者さんに払うようなお金も入ってたらしいんですよね。だから、それは一旦、党の方に入れて、党から払う、みたいな立て付けだったらしくて、それで、結局、でも、凍結がもっと早くに解除されると思ってたみたいで、で、それが、まあ、結局、凍結解除されないままなんで、まあ、そこに入ったまんま支払いもされず。 迷惑をかけているので本当に、えー、申し訳ない気持ちですみたいなしごくまっとうなことをおっしゃってましたね。あの <laughs> 本当に。だからそれでだから金額まで乗ってるからいちいちそういうの説明にせざるを得ない状況までやってるわけですけどねええー、とそうですねあの <laughs> まあまあそこについて何も言わないんだなみたいなねまあそういう話ですごいですね。はい ということとででで大変でしたねねっていいいうう感じです、ね、はい、という形で、まあ、まあ今回のはでもすごく明らかになった一例であってみんな言ってないけどめちゃくちゃ名誉こ被ってるわけですよね。はいだからその一時期訴えるって話があってまあ、今後も訴えるかもしれないですけどそういった実害があるわけだからま大、あ、津さんに対して訴えるっていうのはまあ自由っていうかそら 損害を受けてるわけだから、訴えるよね、みたいな話があってもおかしくないんですけど、それをなんかスラップ訴訟だとか、場合によっては外戦行くぞ、みたいなことを言って止めようとするっていうのは、やっぱり、それはちょっとさすがにおかしいんじゃねえって話で、まあ、さすがにどうなんですかね、最近どこまで一緒、まあ、黒川さんチームと、なんか、黒川さんおとなしいですし、ね、離れたかどうかもよくわかんないんですけど、はい、という形で、 まあ計画的にちょっとねつるまないようにしてるっていうかと爽会終わるまで我慢してねみたいな話だと私は勝手に思ってるんですけどねはいで終わったら正々堂々とみたいな <laughs> ことですかねはいという形かも分かりませんねはいはいえっ、ー、と続いてですねカードの 決済あこれありましたねはいであと、当期の移転申請ですね、これも先ほどちょこっとやりましたけど、その、えっとですね、まあだから、結局、代表今、争ってる状態ですよね、だからその状態でこれを動かすということは、まあ結構私はリスキーがだと思いますけど、まあ、なんでやっちゃうのかよくわからないですけど、まあまあまあ、ある種、正当性を,をこう進めるためにおいては、そういったことも必要だっていう認識なんですかね。はい という形で、まあ、とにかくそれも結局代表じゃないっていうことが明らかになった時に賠償責任の可能性が、ねまあ、出てくるしそれからそれを手続きしている人がいますよね司法書士さん。 で今現状を、えっ、ー、と、立村さん側の司法書士さんに対して、大、ま、津、あ、さん側が懲戒請求みたいなのをかけてますけど、今回の件も、だから代表権で争ってることとか含めて、まあ、表明してるじゃないですか、立村さん側がね。で、それに対して何かしたら、そこも一緒に訴えることになるよっていうのを表明してるので、まあ、その司法書士さんに対しては懲戒請求なのか、そのまま訴えるのかよくわかんないんですけど、 あのそういった動きがねまあ、ちょっと出てくるけど、まあ、それ分かった上で引き受けてるってことなんですかねあるいは知りませんでしたってへみたいな感じで <laughs> その進めるのかよく分かりませんけどっていうところですかねまあ、よくでも引き受けてくれるとこ見つかったねって感じですね。はいでえー、っとそれとですねはいあと立花隆さんの話の方に行きますか。はい はいでこちらですねサイドですけど、えー、NHK をぶっ壊すですね。<laughs> これでもよく見たらなんかほら間にこうなんだろう,こう東京タワーをぶっ壊すと顔の間に挟むなんかこう過去最高クラスのいいいいなんかこう絵、えー、じゃないですかその NHK をぶっ壊すの,あの <laughs> 偶然なのか狙ったのかよく分かりませんけど後ろの背景がめちゃくちゃいいですよね。はいという形でで まあちょっとねこの中身で語られたことっていうのがまあまあちょっとねまあ、ちょっとぶぶ文春さんとかまあ木原さんの件については先日少しお話しさせていただいたんでちょっと今回ちょっと割愛させていただいて、まあ、そこちょっと絡むのかなでえっと結局ご自身が今文春さんによってめちゃくちゃ印象さ操作されてる木原さんに自分は似た境遇にあるよねっていう話をしていてだからちょっと今。 入、ね、院中であって、まあ、ちょっとみんなに休んでろと言われてる状況の中でこの動画を撮ったんだよって言ってるんですよね。だからそれが 木原さんとイコールではないみたいな話のされ方だったのでまあ何どっかかなんでしょうねだからある種巻き込まれたとかご自身の問題じゃなくて近しい人の誰かの問題に巻き込まれたとか、まあ、そういう系の話であると推察されますよね。であともう一つはこの話を聞いたらみんなガシさん絡みかって思っちゃうかもわかんないけども。 まあそれは一切絡むものではないって言っていたんで、だから世間的にはですね、世間的っていうのかな、もう一部の人、あれ、どうすんだろうな、俺は本当じゃなかった、どうすんだその一部のとある方がめちゃくちゃ、その、なんて言うんだろう、ガーシーさん絡みで、まあ、まあ、なんて言うんだろうな、私は全く信用してないけど、まあ、一部信用してる方もいる感じで、それに乗っかる感じで、まあ、黒川さんもいろんなね、 陰謀論みたいなやつだからいずれにかはしさんのバッグに誰それがいて,いてっつってでもバックにいるっつったって普通の仕事仲間のことをバックにいるみたいなそのまあその辺難しいとこありますけどまあまあとにかくその裏に悪い人たちがいてでその人たちが実はなんちゃらかんちゃらっていう話ですよね。まあそこをに そうまあそれは本当かどうか私は知りませんけどそっからさらにそこに立花さんも絡んでてみたいなそのでガーシーさんに2億払う話とかあったじゃないですかあれ3億でしたっけ2億でしたっけまあだからそれがなんかはん犯罪してる人に対してお金が流してとかですねなんじゃそれみたいなその。 か <laughs> あと反射の人間がいてとかっていうのをいろいろありましたけどちょっとそこまで行っちゃうとさすがにっていうか立花隆さんはまるで関係ないよねっていうふうに思うのでまあそこについては完全否定ですねそれで別に操作されまあ操作されてるっていうかねえ何か取り調べを受けてるような状況ではないようですけどまあ当たり前ですよねもう <laughs> でもほらガーシーさんの件はそもそもあんだけのなんて言うんだろうなまあまだ ね、あのどういう状況かっていうのは見えてないって一応言っときますけど現状出てきてる話表に出てきてる話だけで言うとまあいわゆる我々が見たまんまですよねつまり YouTube や、まあ、サロンとかインスタ等々でまあそれで、まあ、いろんな人の何、えー、て言うんでしょうね秘密を 暴露したあるいは暴露しようとしたみたいな話で、まあ、それを、まあ、脅迫と捉えるかどうかについては知りませんけどまあでもそ,そ,そういった話ででも国際手配で赤手配までして連れてきちゃってきてるわけですからまあ白水潰つぶしにねいろんななんか悪いことしてないかって言って探してる可能性はあるんでそうするとちょっとしたお金のやり取りがあるとこについても調べたりするじゃないですか。その関係でまあ、当然、まあ だってその N 党っていうかに所属してたわけですから、まあ、そこをまあお金の流れ含めて調べててもおかしくないんでね、はい、何か見つけようとしてるわけですからはいという感じぐらいの話だと思うんですけどねはいでだから多分それは、ね、見られてると思うしまあだからその辺もあるからまあちょっとなかなか言えないっていうか操作情報になっちゃうからあの橘さんは言えないのかなっていうふうにちょっと思ってたりするんですけどね、まあ、一部言ってましたよねガーシーさん からまあ残りのえっとお金お金ってですかね。えっと結局そのお金っていうか、そのガーシーさんが議員の時に稼いだ。お金があるじゃないですか。議員報酬ですかで、それはなんか？結局手つかずで。 て、まあ、そ,その辺どうしたかわかんないんですけどまあ、とにかくその中の一部かあるいはかなりの部分について、まあ、トルコに寄付するって話があってでそれは一回党に入れてって話があったんですよねだからそれを多分それをやる前になんか多分ああいうおか大きい酒にドーンってなっちゃったと思うんですね。で だから、そのお金はどうしたんだみたいなツッコミを散々食らってましたけど、ずっと立花さん答えてなかったじゃないですか。で、つい先日、なんか、えっ、ー、と、ツイッター上においてですね、いやあの、受け取ってませんっていうことをおっしゃったんですよね。はい。だから、まあまあ、そういったのも含めて、なんかいろいろ言いづらい状況ではあるのかなって感じで、で、じゃあ、あとは、そうですね。まあ、それくらいですよね。で、それ以外って何があんのってなると、 まあ私が、ま、ちょっと思いつくのは、ちょっと、上杉さん絡みでは、なんかああいう話あったなって、ま、誰とは言いませんけど、が、ま、いくつかあるじゃないですか。だから、それもなんか、ま、言い出すと、憶測が進みそうで嫌なんですけど <laughs>、<laughs> あの、ま、もう、なんか巻き込まれそうだなっていうのは、その、そのあたりぐらいですかね。はい。かな。二つぐらいありましたよね、上杉さん絡みでね。あと、ま、公開上で言ってる上杉さんが、なんか、 えと名誉毀損で訴える何だって話があったと思うんですけどそ,そっちじゃなくてねあの上杉さん絡みの人っていうので2件ぐらいあったんで、まあ、そっちに巻き込まれたか。 あるいは全く我々が知る由もない方の話で巻き込まれたかって話ですけどねはい、まあ、いずれにしてもそれでおそらくなんか捜査があったっぽくてでなんか捜査機関はきちんと調べてますよってことをおっしゃってたんでおそらくですけどそれを調べられた結果まあまあ多分立花さんは関係ないよみたいな話もしくはまあまあ、うん、ななな関係ないかまあ何らかしらのな要するに なんか逮捕だとか訴えられるとか、そういう状況ではなくなったってことなんですかね。まあ、いずれにしてもまあそういったことになり、それをご自身ではもう YouTube で撮影してあるんだけど、今ちょっと捜査中っていうんですかね。まあそっちの方からおそらくストップがかかっていて、まあある程度だから起訴するとこまでいかないと言えないのかな。まあその辺はちょっとよくわかりませんけど、まあ何の話かそもそもわかんないんでね。<laughs> <laughs> ただやっぱりああいう匂わせをされるとですね多くの人が気になっちゃうみたいなところがあってですねはいまあいずれにしてもガーシーさん絡みじゃないって話になっていくとまあそのあたりぐらいしか想像ができないですかねだってあれですよそのまあ我々が知ってるような話で言うとアンチのか方含めて「立花逮捕だー」っつっていろんなことっいっぱい言ってるじゃないですかであれがなんとかなりそうだったらみんな言うじゃないですかそりゃねっ。<laughs> <laughs> だけどでも本当にガチガチで警察動いてるやつをあんなにもうそろそろ逮捕だこれでっていうのを言えるわけがないんでねあの <laughs> と思うんで多分我々が知らない何かの可能性が一番高いんですが、まあ、いずれにしてもそれはもうなんか、えー、どういう経緯だったかの含めてご自身でも YouTube は撮影終わってるらしいんでまあまあある程度 OK が出れば出るみたいですけどねはい。でそれが スストレスでっていうことをおっしゃってたんで,で代表権騒動とそれだって言ってて代表権騒動もあるけどそっちの方がみたいな言い回しだったんでどういうことだみたいなねういう話でまあ見るカらになんかいろんな圧力を散々 加えられていてい大丈夫だった、えー、橘さんがですね、まあ、ちょっと参っちゃうほどのな,なんだろうそういうストレスがかかるような操作って何だったんだろうねっていう感じでね。はい、という感じで、まあ、何かに巻き込まれてちょっと危なかったかもしれない話があった。 いいうところですかねはい、まあ木原さんについてもなんかそうなんじゃないかなみたいな話があったんでねそこについては私はちょっとよくわからないとこがありますけどとりあえず今回は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。